行こう。すごい空だな。はい、タンクポップ YouTube チャンネル。タンクに乗って。タンクに乗って。どこに行こう。どこ行くの。探さないでください。探さないでください。出発。ここは浦和。浦和インター。浦和インターを通ります。空は核の理想の空じゃないですか。そう、青い空に白い雲。よくあるかし。気持ちいいね。梅雨明けたでしょ、もう。もう勝手に梅雨明け宣言。あ、本当に明けたって。言ってた。言ってる人もいるよね。まだニュースも何も見てないからわかんないんだけど。はい。はい。かくはね、グラさんに猫さん T シャツで。はい。整備がね、半年点検が終わったばかりのタンクで。はい。今日は。はい。なんか夜中に雨降ったみたいなんで、うん、朝一でちゃんと吹き上げてきましたんで。ありがとうございます。はい。こう綺麗な車で。綺麗なお姉さんを横に乗せて、はい、最高だね。いいね。サングラスかけてるから目を見れませんが、はい、真実だと思いますね。はい、はい、今日はね、わこちゃんはちょっとシートベルトで見えないけどね、ひまわりの手ぬぐいドレスを着てね、はい、麦わら帽を持って出かけたいと思いますよ。もう高速をのんびり走ってまいります。行ってまいります。では久喜白岡インターから圏央道に入ろうかなと思います。お、今までどこにいてどこに入るって？これ今東北道を下っております。お、でもうちょいで久喜白岡ジャンクションなので、うん、そこから圏央道に入ります。お、圏央道に入って常磐道方面へ向かおうかな。いろんな道に入るんですね。はい。圏央道初めてですね、通るのね。そうだよね。今圏央道だよって言われた記憶ない。ないよ、だって、うん、この車で高速は前に行った横浜の時だけです。そうだよね、うん、もしかして嬉しいんじゃないの、かっくん。ちょっとそうね、久々の感じ。天気もいいしね。え、まあ車っていうのは男性にとって馬ですから。馬、はい、馬も走りたかったろうというね、うん、昨日こうね、はい、ちゃんと、はい、じゃあそろそろ入りますよ。入ります。見えてきました。はい、こっから筑波方面へ向かっていきます。しかしいい天気だね。いい天気だね。すごいな、雲が。そうなのよ。お空に浮かんだ白い雲、わたがしみたいで。あ、声がうわーってな。おー、ほんと綺麗だね。かっくんのトートバッグみたいな。ね、うん、すごいすごい。はい、バッグの苦手な合流。合流よーし。怖いよ。はい、もうのんびり行きましょう。のんびり行きましょう。すごい綺麗、ほんと。ナピュタがありそうな。ね、あの綿菓子に見えてた時ってあるよね。本当に乗れるだろう。乗ろうよ。乗ろうね。乗れるよ。
気がつくと沈んじゃう。そうなの。本当に そんな状況ってあるよね。っていうかこれ慶応運動ってまだ対面運動なんだね、これね。ボーンって言われてみれば。どこかの町、宮代町。しばらく圏央道を走っていきます。いやいいですね。いいね。あれ多分筑波山かな、見えてる遠くの方に見えている山は、まあ、常磐道向かってるんで筑波山だと思います。山はあり川あり、田んぼいいね、これ。雲食べ放題ですよ、今日。雲食べ放題、雲バイキング、雲バイキング本当だね、食べ尽くせないぐらい。お腹通しちゃいますね。すごい綺麗、本当。雨雲の上では、いいね、8月1日出だしですね。出だし結構いいんじゃないですか。今日ラジオだし。今日だね、この後ね。夜ね。ちょっと休憩しましょうか。
に梅雨明けだね。入れがお上手ですね。はい、お疲れ様。お疲れ様です。ここで、ここ取って、うん、どういうことだったんだ。そういうことだった、うん、今回燃費、今19キロ、20キロぐらい走ってんのかリッター、うん、まあまあっすね。あ、そうなの。なんかいる。あ、星だ。タンポポ。何、空ボーイ。違うんじゃない。いいな。可愛いな。おいしいぞ。出来上がり。ポンポンポポポンポンポンポポポン。熱いうちに召し上がれ。やけどすんなよ。